さあ出てくるなニット、そして池山総括戦、本日初めて王者になるのは池山なのか、それともやはりもう一度ニットが止めるのか、投げて内足をぶろっている、中盤エレクバル決めて投げよう、攻撃するままでブロッピング効果的な反撃が入らない中でニット外から苦しいか、左足スタイルは変えないニット、さあスタイルは変えないニット、壊しは出ないか、匂いがしてきた、さあロケ全キャラ中、全キャラ中一番いい性能を持った波動拳、美味しそうだな、波動拳をふんだんに使っていって飛ばせるつもりなのか、ここは削り熱殺ゴアド上がらせないリット、ザク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 投げて、いけば読んでいた、さあ椿ここは一番ビリビリまで来るが投げて、さあ椿かたまっていくが、さあニットバックジャンプ逃げていく、さあしかし一番引きが椿からもう最後ニット攻める、ガードしているニット、ハローケンあれよあれよという間にお互い傾斜をフルバックになってくる、走ってきたところに道着のダッシュに対してのこの中盤はもうどのキャラでも一緒でしょう、ケン竜竜竜竜、これは反逆しっかりしている、モンゴール削ってリット